の佐藤君です、佐藤君自己紹介して。東京から転校してきました、佐藤翔吾と言います、沖縄のことはよくわからないんですけど、仲良くしてください。お願いします。はい、よろしくね、はい、じゃあそこの空いてる席座って。はい、はい、じゃあ、1時間目は英語の授業になりますので私の授業になります。あ、はい、佐藤君教科書がまだないと思うから、はい、ノートだけしっかり取ってね。わかりました。はい、お願いします。じゃあまずは前回習った英文のおさらいからでいきたいと思います。はい、前回習った英文がこちらですね。たけし goes to school by bicycle. He leaves early every morning because his house is very far from school. という英文でした。はい、こちらを日本語に訳しますと、たけしや自転車さんに学校会議中と。あれ、めいなち、べいく、やから、いじん。ルーガンギーでね、アリラヤや学校からトゥーサルことやいじん。おもしろすね。知ってる日本語じゃない。はい、分からない英語あった人いますか。分からない日本語があります。大丈夫だね。どうしよう。沖縄の人は方言で訳すのかな。はい、じゃあ今日は英単語の授業からいきたいと思います。単語、はい、リピートアフターミー。 How much?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  はい、これ意味簡単ですね。これいくらですかとかそういう意味合いですけど、ジャッサ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 ですね。How much はジャッサ、はい、How much ジャッサです。簡単なんでね、しっかり覚えてください。はい、次リピートアフターミー。ハリー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 。はい、これも簡単ですね。これ急ぐとかそういう意味合いですかね。はい、これアワティーハーティー。アワティーハーティーですね。アワティーハーティー。はい、アワティーハーティーの方が英語みたい。マイキンカバン、こうやみたいなことがありますね。英語というのはですね、
ね、訳した日本語に置き換えると分かりやすくなります。そうなんです。これはまず陽光というのは具志堅ですね。具志堅陽光なんだよ。具志堅陽光なんだよ。はい、ケントショッピング文庫以外イチャビーさんですね。インアハリーのこれアワティーハーティー。アワティーハーティー出てきた。アワティーハーティーテンション上がっちゃう。湿気歌うだから。シーポートがトーヤビタンですね。ニューシューズがミーブツですね。ビッグバックがマギーガバとこうなりますね。そうなんだ。わかりやすいですね。どうめもしよう。先生、アンサーに、はい、あれ、なんですか。このアンサーにはですね、あの元の英文の中にはありません。ないない意味のない言葉なんですか。そうですね、あの接続詞なんで、 あってもなくてもいいです。じゃない方がいいです。その方が優しいじゃんね。ほら、佐藤君がみんなうなずいてるしね。ちょっと英語諦めよう。じゃあ英語の授業はここまでになりますね。この後皆さん、あの保健体育の授業になりますので、はい、あの教室移動していただいて、はい、あのタックワイ、ブックワイについて学んでください。転校したい。